皆様大変長らくお待たせいたしました。すんげー前にですね、確かチャンネル登録者数が3万人を突破した時なんで、相当前の募集なんですけれども、皆さん自分のねパートの楽器を取ってくださいっていう募集をかけたんですよ。覚えてますでしょうか。そっから僕が選んだものいくつかをまあ動画で発表しまして、この先ねずっと画像として使わせていただこうという企画だったんですけれども、気がついたら4万人突破してた。時間がようやく取れたっていうことで、今回発表していきたいと思います。おそらくね皆さんフォローを外した方とか、もう身を友じゃなくなった方、アカウント変えた方、たくさんいると思うんですよ。いると思うんですが、一応動画で紹介しますよっていうことは言っていたんで、今回ねえりすぐりの写真をねご紹介していきたいと思います。で、僕の説明も悪かったんですけれども、結構ねフリー素材の画像を送ってきてる人がたくさんいたんですよね。大変申し訳ございませんが、そういう方に関しては除外となっております。あと僕加工に関してなんか言ったか全然覚えてないんですけど、一応加工されているものに関しても今回選んでおりますので、もうこれはね期間がね空いてしまった僕の責任でございます。どうかお許しいただければと思います。本当に申し訳ございません。で、画像を使っていくとは当時は言ったんですけど、結構ね画像のサイズがそれぞれ違って編集するでね結構大変なんですよ。だから申し訳ございませんが、ちょっと画像として今後使うことはないんですけれども、募集当時に言っていた粗品はですね、まあプレゼントいたしますので、ぜひ最後まで今日の動画をご覧いただければと思います。きっとね自分の撮った写真が選ばれているかもしれませんので、淡い期待を持ちながらね見ていただければと思います。では前置きが長くなってしまいましたがね、早速発表に参りたいと思います。まあたくさんね写真を送ってもらったんで、せっかくね時間を割いて撮ってもらったっていうのもあるし、全部ね紹介したいんですけれども、やっぱり時間の都合上全部はできないんで、まず優秀賞5名、そして最優秀賞3名を決めました。優秀賞5名の方に関しましては、まあこれはね今決めたものなんですけれども、何かリクエストとかね質問とか、こんな動画見たいっていうねものがありましたら、ちょっと動画ねやっていこうかなと、まあいわゆるリクエスト券ってやつですかね、こちらの方をプレゼントしたいと思います。こんなんで申し訳ございません。そして最優秀賞3名の方にはですね、まあギフト券というか、よく iTunes カードとか Amazon カードとかそういうのあるじゃないですか。一番安いものにはなってしまうんですけれども、最優秀賞3名の方にはね、まあいくつか選択肢を与えまして、欲しいものをプレゼントいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、 DM のやり取りに関してはこの発表の後に全てご説明いたしますので、本当に最後まで見てください。それではまず優秀賞の作品から発表していきたいと思います。5名でございます。まず1枚目の写真はこちらです。これはトランペットの写真になっていますね。まあ加工がかかっていてね、ちょっとぼやけてはいるんですけれども、単純にこれ加工がうまいなって思ったのと、この街がちょっと映っているのと、天気がね、めっちゃ青空。太陽か夕日かわかんないんだけど、その光でね、トランペットが反射してるっていうのもね、また一ついいなって僕は思いました。こちらを優秀賞作品1枚目にしたいと思います。続いて2枚目の作品はこちらでございます。これはもう完全に加工なし、フルートの写真でございます。なんかね学校で撮ったらしいんですけれども、教室の窓とこのフルートの何距離感っていうのが僕的には結構好きで、しかも下に楽譜を弾いていて、なんかねいい感じがするんですよ。なんか寂しい感じというか、哀愁が漂うというか、このね前の方の楽譜のぼやけている感じも僕結構好きでしたね。ということでこちらは2枚目の優秀賞作品となりました。続いて3枚目でございますね。3枚目はこちらでございます。こちらも若干可愛いように加工したのかな、ちょっとわからないんですけど、まあなんというか下にマットをねしっかり引いて、このサックスと楽譜ですかね、これ教本かな、これもねうまく組み合わせてすごくいいですね。僕結構ね好きなアングル嫌いなアングルってあるんですけど、こういうアングルが結構好きなんですよ。楽器が全部ボンって映ってるんじゃなくて、ちょっとはみ出ていて、その周りになんか楽譜とかチューナーとかあるみたいな感じ、そういうアレンジが加わった写真結構好きですね。ということでこちらは3枚目の優秀賞作品にしたいと思います。続いて4枚目でございます。4枚目の優秀賞はこちら、はい、打楽器の写真ですね。多分これアンサンブルっぽいんだよな。打楽器でねこういう写真ってなかなかないんだよね。ティンパニがあって、タムがあって、シンバルがあって、ウィンドチャイムがあって、さらにボンゴがあって、左端の方にこれあれかな、ドラムのバスドラかな、そんなのも写っていて、打楽器ってっていう写真ではなんかすごく好きですね。それでは優秀賞作品最後の写真でございます。最後は
こちら、はい、こちらも打楽器の写真ですね。これはマリンバです。基本ね、こういう鍵盤楽器って普通に鍵盤板が並んでいるところをこういう斜めな感じで写しがちなんだけど、これはねパイプの方からこう下から上にアングルがかかっていて、こういう写真なかなかなかったんでね、非常に好きです。これ以上5枚の優秀賞作品でございました。おめでとうございます。ということで残った3枚が最優秀賞となります。まずこちらのトランペットですね。これも加工かかってんのかな、ちょっとわからないんだけど、この太陽の光、夕日の光、これがねさっきのトランペットと違った感じで、この光り方めっちゃ好きです、僕。しかもこのアングルも結構好きだったりしますね。そして2枚目の最優秀賞作品ですが、これはホルンですね。本体って言ったらいいのかな、その丸いところとベルがね、まあ普通ではないようなこの形なんですけど、多分ベルを外してこういう風にしたんだとは思うんですが、俺こういう写真ってあんまり見たことないんだよね。これパッと見さ、マジでフリー素材の写真じゃないのかなとか思ったんだけど、多分写した本人もいるしカーテンもあるから大丈夫だと思うんだよね。こういう感じで撮ってきた人はねいなかったんで、これ最優秀賞にいたしました。そして最後ですね、これはフルートとピッコロ。さっきのサックスの時にも言ったように、ちょっとチューナーが映っていたり、下に楽譜がね弾いていたりとか、しかもこのピッコロとフルートのこのアングルもねバランス良くて、僕個人的にめちゃくちゃ好きな写真ですね。以上の3枚が最優秀賞ということになりました。おめでとうございます。それではこれからですね、この最優秀賞と優秀賞になった8人の方にですね DM のやり取りですね、その流れをご説明いたします。まず皆さんは僕のサブアカにこの写真を送ってきていただいたんで、やり取りはサブアカになります。この動画を見て僕の写真、私の写真使われたっていう方はですね、まず僕に一言 DM をください。自分の写真選ばれましたよっていう一言を伝えていただいて、僕が確認をいたします。アカウントを確認して一致して本人だなって分かりましたら、プレゼントを差し上げるという流れになります。優秀賞の5人はね、まあリクエスト権ということなんで、何か見たい動画、こんな動画見たいのありませんかとか、吹奏楽に関係なくね、どんな動画でもいいんで、何かありませんかと僕から聞きますので、何か一つだけ言ってきてくれればと思います。そして最優秀賞の3人にはですね、まず皆さんの方から一言いただいたら、先ほど言った iTunes カードとか、まあ、Amazon カードとか LINE スタンプカードとか、いくつかね選択肢をお渡しいたしますので、欲しいもの一つだけを選んでいただきます。選んでいただいたら、僕がね近くのコンビニ買いに行ってすぐにそのコードだけの写真を送りますので、そのコードを打っていただいてプレゼントという形になります。この8名はね、この動画が上がって1週間以内に僕に DM をください。1週間越しての DM もしくは連絡が一切なかった場合には無効となってしまいますので、ご注意ください。そしてこれサブアカウントですよとか、アカウントが違うものに関してもちょっと申し訳ございません。本人であってもそれは無効になってしまいます。もしかしたらアカウント変更してしまった人もいるかもしれないんですけど、そういう方にはね本当に申し訳ございません。当時この写真を送ってきたアカウントで僕に DM をください。以上がプレゼントの流れとなります。まあわからないっていう方はね、まあ普通に僕のサブアカに DM を送ってきてくれれば OK でございます。そっから会話がスタートするので、まずは DM を1通くれると、それだけで OK でございます。今回は企画のために DM を開放いたします。そのために会話をしますので、これ以外の会話をしてきた方に関しては返信が一切できませんので、ご注意ください。ということで第1回写真選手権いかがでしたでしょうか。実はねもう第2回を考えています。次の募集の時にはね、またこういう写真関係のものをねやろうかなと思っています。その時はね早めに発表したいと思いますのでね、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。本当にねたくさんのいい写真がありました。たくさんのご参加ありがとうございます。本当に。そして今回ね選ばれなかった方、そして紹介できなかった方、本当に本当に申し訳ございませんでした。また次回のね写真選手権の時にね頑張っていただければと思います。ということで本日はだいぶ遅くなってしまいましたが、写真選手権の方を行ってまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。